ニッコロ・ヨンメッリは、イタリア古典派音楽の作曲家。聖は、ヨメッリ、ヨメルリ、ヨンメルリとも。ヨンメッリは、ナポリ近郊のアベルサに生まれた。彼は、ナポリで、フランチェスコ・フェイを、フランチェスコ・マンチーに、レオナルド・レーゴラに、音楽教育を受けた。彼の最初のオペラ、過ちのあエアリエ・ヤモローソは1737年に、 ナポリで偽名を用いて発表され、大成功を収めた。この作品と他の初期の作品、例えば、ゴートウー、リチメイロリサイミロリデイゴチなどによって、彼の名はイタリア中に知れ渡った。彼は最初ベネツィアに居住して活動し、後にローマに移り、その地でジョバンニ・マルティーニ氏と出会っている。4メッリは、その後ウィーンを訪れるなどした後、 1753年にシュトゥットガルトでビュルテンブルク博カール・ユーゲン付きの宮廷学長の地位を得ている。この期間に彼の最大の成功と彼の最高傑作とみなされる作品の作曲が見られる。作品の多くはシュトゥットガルト郊外のルートビヒスブルクにある博の個人劇場で上演された。モーツァルトと彼の父親が1763年に ルートビヒスブルクを通りがかり、この作曲家に出会っている。4目、リは1768年にナポリに戻ったが、この時期には彼の得意とするオペラセリアよりもオペラブッファの方が有名になっており、そのため彼の最後の作品はあまり好評ではなかった。彼は1771年に脳梗塞を発症して、体の一部が麻痺するが、その後も作曲活動を続け、 三年後にナポリで没した。四名、リーは、カンタータやオラトリを、その他の宗教音楽も作曲しているが、彼の作品群で最も重要なのは、オペラ作品、とりわけオペラセリアで、彼はおよそ60作を作曲し、いくつかは、メタスタージオが脚本を書いている。彼は、自らの作品において、当時のイタリアオペラの典型であった歌手による派手な演技よりも、 物語や脚本に重点を置く傾向があった。彼はさらに合奏曲や合唱曲なども書き、さらにはジャン・フィリップ・ラモーなどのフランスの作曲家に影響を受けて自分の作品にバレエを導入した。彼は物語上の事件を描写する非常に優れた手段としてオーケストラを用い、歌手の補助としてオーケストラを用いるよりもオーケストラのみのための節を作ることが多かった。 彼は、ヨハン・アドルフ発生から、チェンバロのみではなくオーケストラの伴奏をつけた、レチタティーボを作ることを学んだ。4目、リのイった改革は、時に、クリストフ・ビリバルト・グルックの改革と同じくらい、重要なものであるとみなされている。上に記載されているものを除く。ありがとうございます。